2023年6月初旬に反転攻勢作戦を開始したウクライナ軍はいくつかの攻撃軸で攻勢に出ているものの、南部ザポリージャ州のオレホボから南のトクマクを経てメリトポリの奪還を目指す部隊は、ロシア軍が構築した塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用の障害物による見えの防御ラインと、尋常でない密度で地雷が埋設された地雷原に悩まされ、進軍速度が遅いことが指摘されていたんだ。しかし、ここに来てオレホボの南にあってロシア軍が拠点としていたロボティネを奪還してからその進軍速度に弾みがついたとみられ、イギリスの BBC 放送による報道やロシアの軍事ブロガーがテレグラムに投稿した情報によると、ロボティネの東にあるベルボベにウクライナ軍が大規模な攻撃を仕掛けているとされ、同集落では火災が発生しているというぜ。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州で戦線を拡大している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、BBC 放送は衛星画像から、8月30日の時点でウクライナ軍がベルボベの西に到達していることが確認できたとしているよ。またロシアの軍事ブロガーは31日に30日の午後、ウクライナ国家親衛隊の第15特務旅団が砲兵部隊と、ウクライナ空軍のスホイ25の支援を受けてベルボベの西の郊外において強力な威力偵察を行ったとして、この威力偵察攻撃は撃退されたものの、数時間後にはベルボベ周辺の、ロシア軍陣地に大規模な砲撃を実施して再び攻勢に転じたと投稿したんだ。そしてさらに、第82空中強襲旅団と第462空中強襲旅団の4個部隊がロボティネの北にあるチュベンコワ渓谷方向から、第15特務旅団の攻撃軸の北側からベルベーブ西郊外を攻撃し、こちらもウクライナ軍砲兵部隊がクラスター砲弾などで強力に支援したと指摘したみたい。しかしながら、このロシア側の軍事ブロガーは、この4個部隊による攻撃もロシア軍がウクライナ軍に大きな損害を与えて撃退し、ウクライナ軍は元の位置に戻ったとした上で、ウクライナ軍は戦力不足を補うため北のマラトクマチカで、待機していた予備部隊をベルボベ方面に移動させていて、ウクライナ軍はベルボベを西側から包囲して、集落への補給路を遮断するかの動きを見せていると主張したぜ。ただし、現在の最前線の位置がすでにベルボベの西に拡大していることと、三重の防衛ラインのうちの2番目のラインの一部に、ウクライナ軍が到達していて、突破する可能性が出ていることをこの軍事ブロガーは示唆しているな。このことを裏付けるかのように、さらにロボティネの南にあるノボプロコピフカ付近で、ウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンが、ロシア軍の車両を攻撃する様子を撮影した動画が XQ Twitter に投稿されていることもあって、ウクライナ軍が第2防衛ラインに迫っていることはほぼ確実であろうとの見方が広がりつつあるんだ。また、ザポリージャ州メリトポリのウクライナ側のフェドロフ市長は現在、ウクライナ軍の支配地域に退避しながら、メリトポリ市内に残る市民からの情報をテレグラムに発信しているが、同市長によると、ウクライナ軍が奪還を目指すザポリージャ州の交通の要衝トクマクで、ロシア側が任命した市政当局者が市内から脱出し始めたことを投稿したよ。ウクライナ国防省では28日にロボティネの奪還を発表した際に、ロシア本土とヘルソン州及びクリミア半島を結ぶ、重要な補給路である陸の回廊を遮断することが反転攻勢の目的であるとして、次の目標がロボティネとメリトポリとの中間点にあるトクマク奪還を目指であるとしており、もしこのロシア側当局者がトクマクから逃げ出していることが事実であるとするならば、ロボティネから南に配置されているロシア軍が脆弱で、ウクライナ軍による第二防衛ライン突破を阻止できないと考えていることを示唆しているみたい。このことを受けたフェドロフ市長はロボティネを奪還したことにより、トクマクはもはや最前線の都市となったと指摘したんだ。日本のインターネットでは船に住むネズミはその船の沈没を予期して、停泊している間に陸上に逃げ出すと言われているが、今まさにトクマクでそれが起こっていると揶揄する声も上がっているな。また、別のロシアの軍事ブロガーが発した情報では、29日から30日にかけて発生した、
ロシア北西部プスコフ州の空港などでのウクライナ軍によると見られるドローン攻撃をめぐり、軍事ブロガーの一部はこれらの攻撃にラトビアやエストニアが関与しているとの見方を示したが、イギリスの BBC によると、ラトビアのムールニエツェ国防相が30日にこれはロシア軍がツポレフ 22M3 爆撃機や、イル76輸送機などを損失した事実から国民の目をそらすためのでっち上げだとして否定しているぜ。さらに別の7万人以上のフォロワーを持つロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍が奪還を目指すヘルソン州の、ドニプロ川東岸に展開しているロシア軍部隊において、榴弾砲などの火砲や弾薬などが不足していることを明らかにしたらしい。それによれば、ロシア軍の旅団司令官は以下の指揮官たちは、火砲による支援や、偵察用ドローンを飛ばすこともなく自軍の兵士を前線に送り込んでおり、そのためにロシア軍の兵士が次々にウクライナ軍によって殺害されているというぜ。さらに別のブロガーもまた、ヘルソン州に配置されているロシア軍の第205旅団はウクライナ軍が渡嘉した、ドニプロ川の中州からウクライナ軍を撃退する命令を受けているものの、同旅団を支援する榴弾砲や、多連装ロケット砲システム MLRS が不足しているだけでなく、偵察用ドローンがないために、ウクライナ軍の配置状況などを把握することができないばかりか、弾薬食料も不足しているために、このままでは壊滅させられる恐れがあると、旅団の兵士などからの報告が届いているとしているよ。榴弾砲弾やロケット弾などの弾薬が不足しているのはウクライナ軍も同様とみなされているけど、ウクライナではここに来て国内での武器弾薬の生産力が向上していることが伝えられているみたい。ウクライナのレズニコフ国防相は28日に開催された記者会見で、複数の強力なプレイヤーが同国の武器市場に参入する見込みであることを明らかにしたんだ。レズニコフ国防相は8月末か9月の初めに、良いニュースがあるだろうとして、複数の強力な武器製造企業がウクライナの武器市場に参入する予定で、いくつかの契約が結ばれるはずだと述べたね。同国防省によれば、ウクライナ国内で9月下旬もしくは10月上旬前後の日程で、防衛産業フォーラムの開催を計画しているとされ、武器市場における強力な武器製造関連企業がおよそ50社以上参加する見通しであるというよ。レズニコフ国防省はさらに、ウクライナ国内においては国産兵器の生産が大幅に向上していることを明らかにし、西側諸国から供与されたものの砲弾不足が伝えられている。155mm 弾砲弾の開発が進み、テストを終えて製造が開始されていることも明らかにしたね。同国防省は、155mm 榴弾砲弾の製造契約はすでに締結されていて、最初の発注も実施済みであるとした上で、我々はそれらの国内で製造された砲弾を直ちに最前線の部隊に送ることになり、さらに生産を拡大させる計画も検討されていると付け加えたんだ。ただ、その一方で旧ソ連製榴弾砲用の 125mm 砲弾は依然としてテストを繰り返している段階にあるとし、122mm 砲弾の生産は困難が生じていて進んでいないことも明らかにしたぜ。ウクライナ国内では長射程の弾道ミサイルやミサイル迎撃システムの開発も進められていて、この先の資金確保の問題などが囁かれていて、既存の兵器購入に充てるか、あるいは国内の兵器開発や製造に投資して西側諸国からの援助が途絶えたとしても、ロシアと戦える体制を作り上げるかについて議論が重ねられているというしな。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日夜のビデオ演説でレズニコフ国防相のコメントに同調して、ウクライナ国内の武器弾薬生産能力を最大化していると述べた上で、我が国の防衛産業はより良い成果をもたらすだろうと主張したね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦は5ヶ月目に入ったんだけど、ウクライナ軍の進撃速度は遅々として当初の計画ほどの進展が見られていないとされ、西側諸国のメディアなどの間では一部にウクライナ軍の反転攻勢は失敗したとの声まで上がっているね。しかし、それでも南部ザポリージャ州では鉄道交通の要衝とされるトクマクを守るロシア軍が、
幾重にも重なる塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用障害物などによって構築された30の防衛ラインのうち、第1防衛ラインを突破してロボケネを突破して第2防衛ラインに到達したとの情報もあって、わずかながらでも前進していることが確認されているらしいな。さて今回はウクライナ軍が南部ザポリージャにおいて、ロシア軍補給線の遮断を画策している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このザポリージャ州における反転攻勢の攻撃軸の目標はトクマクのさらに南約 60km にあって、アゾフ海に近い要衝の町メリトポリの奪還とされているのだが、ここまでの進撃速度ではこの冬の訪れまでに到達できない可能性の方が高いと見られているんだ。ウクライナ軍がメリトポリ奪還を目指すのは、ロシア本土からドネツク州を経てアゾフ海沿いをヘルソン州までつながる補給路としての陸の回廊を遮断することにあり、このことで2014年にロシアにより一方的に併合されたクリミア半島に駐留している、ロシア軍を兵糧攻めにして弱体化させて撤退を促し、最終的に奪還することにあるってわけ。メリトポリはアゾフ海に面してはいないものの、南にあるアゾフ海まで都市はなく北東のペルジャンシクと南西のクリミア半島をつなぐ幹線道路上にある要衝だよね。ウクライナ軍がメリトポリを奪還しない限り、クリミア半島のロシア軍は半島東端のケルチ海峡にかかる、半島とロシア本土のグラスノダール地方とを結ぶクリミア大橋が攻撃されて通行不能になったとしても、補給路が確保されウクライナ軍の目的は果たされないってわけだな。そのために、一部の西側メディアや軍事専門家は進捗を見る限りではウクライナの反転攻勢作戦は失敗するとしているのであるが、これについてはウクライナ軍がメリトポリに到達できなかったとしても失敗とは言い切れないとする見方もあり、その理由として、ロシア軍が兵站補給路として最も重要としている鉄道がアゾフ海沿岸を通らず、ペルジャンシクから内陸のトクマクに向けて大きく迂回していることが挙げられているぜ。つまり、メリトポリまでウクライナ軍が進出できなくとも、トクマクを奪還することでロシア軍が頼みとしている鉄道を抑えることができ、ヘルソン州南部やクリミア半島への補給の大半を遮断することになるのというのがその理由だな。しかしながら、そのトクマクまでにはまだロシア軍の防衛ラインが残されていて、ウクライナ軍がそれを突破するにはかなりの時間が必要と見られているぜ。ただ、ウクライナ軍にはアメリカから供与された、高機動ロケット砲システムハイマースやイギリスなど北大西洋条約機構NATOから供与された、同じくアメリカ製の M270 の多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、射程距離90グムとされる GPS 誘導タイプのグーディドマルティプルローンチロケットシステム G マースロケット弾 M31 があり、その他にも同じく NATO 諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能な、アメリカ製の長射程 GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどもあり、ロシア軍の榴弾砲やロケット砲の射程の後方から兵站を精密に攻撃することが可能なんだ。ウクライナ軍がザポリージャ州の戦線において、ドイツ製のレオパルトニやイギリス製のチャレンジャーにといった新世代の主力戦車をはじめとする、西側諸国から供与された最新型の歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車などが配備された第47機械化旅団や、第82空中強襲旅団といった新編成の虎の子的な強力な旅団がこの夏、多大な犠牲を払いながらもロボティネ近郊まで進出したことによって、トクマクを走る鉄道路線を砲撃できる射程内で安全な場所を確保したことになり、兵器や弾薬を輸送する列車への攻撃が可能となったことだけでも反転攻勢作戦は成功したとする見方もあるよ。さらにウクライナ軍には、イギリスとフランスが共同開発した。射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG なども、ロシア軍後方の兵站施設や輸送路攻撃に使用できるほか、9月22日にはアメリカのバイデン大統領が、ウクライナのゼレンスキー大統領がこれまでその供与を再三再四依頼していた、300km 東京射程を持ち、
ハイマースや M270 などのマースから発射できる地対地ミサイルエイタクムスを供与することが決定されたと報じられたんだ。アメリカ軍が運用しているエイタクムスは 300km もの長い射程を持ち GPS 精密誘導が可能な巡航ミサイルで、正式名称は MGM-140 アーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスだね。このエイタクムスは、227mm ロケット弾 M26 と同様に、面制圧用クラスター小爆弾 M74 を多数搭載するタイプと、6から13個の無動力滑空型誘導式小爆弾 BAT によって装甲車両を破壊するタイプがあり、BAT とは発射された後にミサイルの弾から体から切り離されると主翼を展開して飛行し、滑空しながら内蔵されている音響センサーや赤外線センサーなどによって、あらかじめインプットされている目標を捜索して攻撃する誘導式爆弾で、弾頭にはタンデム式成形削薬弾2個の削薬を時間差で爆発させ、1個目で複合装甲を破壊し、2個目が車両の内部に高熱の爆風を起こすが搭載され、戦車などの装甲戦闘車両や防御された軍事施設の破壊に用いられるよ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、戦車などの戦闘車両だけでなくロシア軍の後方部核にある兵站施設や、補給路なども攻撃可能なこの 300km 射程の長距離ミサイルの供与を強く望んでいたが、アメリカのバイデン大統領はこのミサイルを提供することでロシアのプーチン大統領が、核兵器の使用に踏み切る可能性を懸念して供与を拒んでいたんだよな。しかしプーチン大統領は、バイデン大統領がロシアを刺激して戦争がエスカレートするとして拒んできた。新型主力戦車の供与決定に対しても、戦車よりもゼレンスキー大統領が供与を切望する。アメリカ製戦闘機 F-16 ファイティングファルコンをオランダやデンマークが提供するとの決定に対しても、特段の反応を見せなかったぜ。そしてさらに、射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG の提供についても、プーチン大統領がリアクションを見せなかったため、ついにバイデン大統領はエイタクムスの供与を決め、NATO 諸国の F-16 の供与を承認したってわけだ。このバイデン大統領の弱腰ぶりには各方面から批判が上がり、バイデン大統領の読みの甘さを指摘する声が多いらしい。また、エイタクムスの提供以前にウクライナへ供与される長射程兵器として発表されていた、同じくハイマースなどのマースから発射可能なロケット弾で、射程距離 150km の地上発射型小型爆弾システム GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボムについてはその後続報がないものの、また、西側諸国のメディアや軍事専門家の中で、ウクライナがトクマクを奪還したとしても、ロシア軍は新たにアゾフ海沿岸に鉄道を敷こうとしているとの声が上がっているが、いかにロシアといえどもマリウポリからメリトポリまで海岸沿いの湿地帯が多いおよそ 200km の距離に、鉄道線路を施設するのは容易ではないよ。また、ウクライナにエイタクムスが供与されれば、ウクライナ軍はこれまで以上に安全な場所からメリトポリへの攻撃が可能となり、この先ウクライナ軍がトクマク奪還に手間取ったとしても、いつでもクリミア半島への補給を遮断できることになるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において、戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというね。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。
さて今回は侵略戦争の長期化による弊害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよね。ロシア空軍はアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、SU-35 から発射される KH-35 などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、スポレフ 22M3 大型爆撃機から発射される KH-22、KH-32、KH-101、KF-55、KF-555 などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたと見られる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないと見られているよ。KH-22 や KH-32 は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされていますが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうね。KH-22 は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型の KH-32 はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような、弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているぜ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と、異なる対地攻撃に使い出したということは、対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているらしい。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から千発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために全弾をウクライナに打ち込むことはできず、生産用との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いな。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているよ。ただ、これらのミサイルは、
いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないんだ。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているよ。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうからね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているわけだな。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというぜ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだね。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定なんだって。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているみたい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29スホイ24スホイ25スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。